一方、香川県内182の調査地点の平均変動率はマイナス0.5%で、31年連続の下落となりました。コロナ禍の影響が徐々に緩和される傾向にあることから、下落幅は去年より縮小しています。1平方メートルあたりの価格が最も高かったのは、商業地が18年連続で、 住宅地は高松市番町の27万7000円で10年連続で最も高くなりました。